ゆっくりというチャンネル。こんにちは、今回は 2.7 で復刻する新たキットの解説動画です。はい、新たキットですが、防御力を参照するアタッカーで、突破ステータスは会心率 19.2% ですね。レベル90時のステータスについてですが、画像の通りですね。HP と攻撃力若干順位違うかもしれませんが、防御力は全キャラクター中1位とトップですね。さすが、防御力アタッカーと言えそうです。ちなみに防御力2位は7、なぜ痛いのは嫌なので棒振りなんでしょうか。で、区分というか役割は書いてある通りの L や小、一応雷電もかな。元素爆発を発動して、ひたすらビートしていくキャラクターですね。通常攻撃なんですが、取り回しの悪い4段です。モーションはかなりもっさりしていると思います。また、こちらの通常攻撃はダッシュキャンセルする場合段数を引き継ぎます。ですので、ダッシュしたからといって1段目からではないので注意。ジャンプキャンセルした場合は、段数を引き継がず1段目からになりますが、基本的には非推奨となっております。その理由なんですが、イットは通常攻撃、スキルにより、怪力の乱心をスタックし、銃撃を強化することが可能です。爆発時には通常攻撃前段でスタック。通常時は、2段目と4段目のみスタックしますが、基本的には元素爆発中に通常で殴る意味は、怪力の乱心をスタックするためなんだなぁくらいでご了承ください。また、怪力の乱心は最大5スタックで、5スタック溜まるとこのようにわかりやすいエフェクトが出ます。爆発中は基本的に5スタック溜まった後、すぐ銃撃を撃つようにしましょう。溜まったスタックを使い強化した銃撃を放ちます。ちなみに元素爆発中の銃撃はこのように広範囲の攻撃になります。続いて、元素スキルについてですが、基本的には爆発中に使います。爆発中に2回撃ちます。で、元素スキルの牛の効果なんですが、1、スキルヒット時に怪力の乱心1スタック。2、デコイとしての役割があり、攻撃を受けると怪力の乱心1スタック。3、継続時間終了時、あるいは牛が、場を離れた時怪力の乱心1スタック。牛の耐久値は1の体力に依存します。基本的には怪力の乱心スタックチャージのために使用し、爆発中はダメージが上がるので、単発効果力としても重宝します。続いて、元素爆発についてなんですが、基本的には怪力の乱心を5スタック貯めて銃撃というのを繰り返すのが良いかと思います。ですが、爆発1周目に関しては、ある程度コンボを固めておく方がダメージを伸ばしやすいです。そのコンボについては、この後固有添付について話してから紹介します。一応爆発のカタログスペックはこんな感じで。爆発中は、攻撃外は元素に変化、防御力を攻撃力に変換。継続時間11秒、クールタイム18秒、70続ですね。また、全元素耐性と物理耐性が20ダウンします。通常攻撃前段で、怪力の乱心をスタックできるようになることも再度触れておきますね。また、ショートは違い、爆発中にスキルを打っても粒子が出ます。カタログに関してはこれくらいかな。添付優先度は、通常、爆発、スキルの順番です。ですが、イットは基本的に全てダメージへ依存するので、基本的には全部上げたいですね。妥協するとしても牛くらいです。牛も強いので、できることなら全部上げてください。はい、固有添付についてですね。左から、銃撃の攻撃速度アップ、中断耐性がアップですね。この固有添付により、イットの銃撃中は一切攻撃を受けても、のけぞることはありません。もしかしたら、のけぞるのかもしれませんがのけぞったことがないので多分合ってる。そして、真ん中は銃撃ダメージが防御力の 35% 分アップですね。これは、爆発機関外も含みます。ですので、爆発を温存して敵を倒したい時にも便利ですね。で、伐採の固有添付。正直この前初めて知った。まあ、便利系固有添付の中では外れな気がしますね。まだ、釣り2倍とか木材変換系の方が嬉しいね。それでは、メインですね。イットの爆発中おすすめコンボと注意点の解説です。はい、とりあえずコンボを2つ紹介します。1つ目は今見せたもの。おそらく、最初のところがわかりづらいと思うので補足します。はい、牛元イットのスキルはイットのモーションを1つ飛ばせます。ですので、通常2段目をスキルで飛ばして、コンボしております。こちらが、イット1周目のおすすめコンボでございます。入力をある程度正確にできていると、最後の銃撃まで、爆発継続時間がギリギリ続きます。牛キャンセルについて。実戦ではスキルでキャンセルしますが、ダッシュでも再現可能です。こちら、ある意味イットの必須テクなので、練習しておきましょう。トロイ通常4段を工夫する方法なので、マジで大事です。コツというよりも慣れですかね。そんなにシビアな技でもないので、少し練習すれば誰でもできるはずです。一応、牛キャンセルしない場合でも良いですが、こちらは、敵がノックバックしてくれない場合は、コンボが長引いて、爆発時間が足りなくなったりする時があるので注意かな。まあ、イットはコンボが難しいのです。一応こちらのコンボは通常が1段多いからね。自分は素直に牛キャンセルのコンボルートをおすすめします。はい、イットのコンボについてなんですが、2周目以降はほとんど自分のコンボルートになります。意識することは、銃撃が5スタックあるならすぐ撃つ。スキルは爆発期間中2回撃つようにする。銃撃コンボも2周するように意識する。ということで、脳式持ちいいキャラっぽく見えてコンボは奥が深いです。皆さんも最強のイット使いを目指しましょう。ちなみに、一突している場合は、爆発後スキル銃撃通常4段銃撃スキル銃撃って、ほとんど完成されたコンボルートがあります。爆発後にすぐスキル打っていますが、ギリギリ通常1も間に合うようです。このあたりは、牛のカウンターとかも計算しながらなので、頑張って調整してくださいとしか言えません。基本は、爆発スキル銃撃通常銃撃スキル銃撃である程度綺麗に収まるはずです。このことからわかるように、イットの凸は1凸2凸は基本的に、操作性の改善を図る凸になります。それでは、凸、生物、武器、編成あたりの解説へ移ります。はい、イットの凸に関してなのですが、1凸2凸は基本的に DPS の増加分を気にするより、ユーティリティですね。1凸では、爆発中のコンボが安定し、2凸では爆発周りが安定します。2凸の恩恵はしめ縄も持てることかもしれません。一応しめ縄の必要な元素チャージの15以上確保できるので、やはり2凸までは火力よりユーティリティかもしれません。4凸以降なんですが、4凸するなら、貫凸するべきかなと思ったり、とりあえず、凸の候補に上がる1凸2凸は、操作性の改善と自分は解説した感じでした。続いて、武器ですね。おすすめはこの4本に加え、祭礼の剣ですね。祭礼はこの後説明するとして、1位はもちろん石角。この武器は、モチーフなのでもちろん火力は1位。さらに、こちらも IT の凸に似た特徴を持っていて、使い心地の改善もしてくれます。あとは、飛行体剣、白影の剣ですが、無難な攻撃用の両手剣ですね。どちらも、スタックを貯めるタイプの両手剣で、これが、赤角にはないめんどくさい要素ですね。また、IT はただでさえフィールドタイムが長いので、白影のスタックは2周目から本気出す、とする方が良いことが多いです。IT の爆発時間はマジで長いので、できるだけバフ時間、ローテーションは節約したいです。ダメージはもちろんですが、赤角はスタックから解放される人も多いとかどうとか。それから、天空体験です。こちらは、火力は4位とはしていますが、3位となっている計算結果の人もいて、白影に匹敵する火力は持っているということが伝われば良いかなと思います。2つとも持っている場合は、自分は天空を優先します。正直、白影のスタック考えるのはだるいのでね。また、IT は実際130程度元素チャージが好まれます。それらを天空体験は、一発で解消してくれるのも魅力です。で、祭礼の体験についてですが、こちらも IT の元素チャージの悩みのために使用する方がいますね。それから、基礎攻撃力が星4では高めに設定されているので、選択肢としては、悪くはないです。また、牛を1回多く投げるコンボルートを作れたりするので、ある意味コンボのやりがいとしては、祭礼はありかもしれませんね。IT の生物についてですね。基本は果敢4セット、時点で逆飛び4セットですかね。あとは2セットずつで妥協のセットも選択肢に。ノエルとは違い、銃撃にも効果ある生物が必要なため検討し4はなし。正直果敢4も逆飛びも副産物が微妙ですが、頑張りましょう。頑張って厳選しましょう。2とつやいは4ならしめ縄4もいいかもしれませんが、基本的には、しめ縄は避ける方が良いと思います。それから、生物の各部位のステータスは、時計防御、骨髄は、冠回神経ですね。サブステータスでできればチャージ30ほどは欲しいかもですね。岩4にすればある程度チャージはどうにかなりますが、岩3でどこでも運用できるように、最低130ほど、確保したいですね。チーム編成に関してですが、基本的にはゴローとセット。そこから残りの2人を補充していきます。で、そこからまず岩4にするかどうかを決めます。岩4の場合基本的には勝利とアルベドが好ましいですが、所持していない場合は、強行や岩主人公を採用しましょう。ノエルはどうしても岩シールドが欲しいなら候補ですが、IT とノエルのダブルアタッカー編成はあんまりおすすめしません。続いて、岩3で残り1枠の場合。アルベドが岩枠の場合は、シールドは回復機能のあるキャラが望ましいです。ゴローは一応4凸で回復ができますが、ヒーラーというには微妙です。ですので、最後の1枠をディオナ、ベネット、ココミあたりがおすすめです。バーバラや7でもいいのですが、粒子がシビアなので、できるだけ粒子が発生するキャラを選択したいですね。モナは一応金箔つければ、活躍はできると思います。あとは、今回追加される久喜忍に期待がかかっております。岩3編成で、回復が足らないので来てくれる2番手素敵すぎない？また、岩3で勝利がいる場合、チャージや決勝生成目的でフィッシュルやライデンはありだと思います。ゴローは2凸で決勝反応により爆発継続時間を伸ばせるので、あとは、岩2をする場合ですが、ベネット・シャンリンの2人にして超炎編成。それから、ダメージ軽減も確保できる北斗フィッシュル雷編成。まあ、雷に関してはライデンや久喜忍が入れ替え候補ですかね。今更ですが、ゴローがいない場合は岩主人公か行幸を採用しましょう。爆発を回すためにもゴロー関係なく岩に、できれば岩3にはしておきたいですね。最後に、こちらは一応編成の敷居が低い編成ですかね。基本的には岩3にして、そこにベネットやディオナを加えることをお勧めします。岩共鳴もあるので、基本的にはシールド役が欲しいですね。ということで、新たきITの解説を進めていきました。ほとんどの部分はカバーできていると思うのでぜひご参考にください。あとは、抜けている部分等があれば別の動画を用意しますので、疑問点等をコメントしてくれると嬉しいです。ちなみに、2凸以内なら武器を引いた方が DPS 自体は上がりそうです。一途の快適性を取るか、DPS だけを取るのかをお考えください。若干雰囲気カルキュレーションなので、DPS 約 3% 分析角の方が2凸より高いですね。恩恵の DPS としてはね、ということで、今回の動画はここまでになります。ここまでご視聴ありがとうございました。